皆さんこんにちは。岡田さんにはマレーシアクアラルンプール国際空港に来ております。今日はマレーシアは結構ムシムシしていて、しんどい感じではあるんですけども、天気はね曇ってるかな、まあでも晴れ、これ晴れっていうのかな、晴れと雲の間みたいな感じなんですけども、そんな感じのマレーシアのクアラルンプール空港になります。で今回なんですけども、マレーシアを今から出国して香港に向かいます。マレーシアから香港まで利用する航空会社、今回バティックエアマレーシア、こちらを、ね、使いたいと思います。バティックエア、日本にも、ね、一部就航している航空会社ではあるんですけども、まあまあ聞き慣れない方も、ね、かなり多いんじゃないかなというふうに思います。でバティックエアに関しては LCC ではないんですよね。ただフルキャリアでもないみたいな、中途半端な位置、ミドルコストキャリアに位置する航空会社です。で預け荷物とかに関しては一番最安運賃とかを、ね、利用すると有料になってくるんですよね。ただし、座席指定とかは結構無料でできたりする、本当微妙な感じの航空会社になります。今回ね、日本にも就航するこのバティックエアを使ってね、香港まで約4時間のフライトではあるんですけども乗っていくんで、よろしくお願いします。ということで、早速なんですけど、めちゃくちゃ蒸し暑いんで早く中入りましょう。ターミナルの中に入りました。クアラルンプール空港、第1ターミナルと第2ターミナルがあるんですが、第1ターミナルがバティックエアマレーシアの利用するターミナルになります。で第2ターミナルは主に LCC ですね、エアアジアとかそういったのが利用していることが多いです。これからも分かるようにバティックエア第1ターミナル使ってるんで、 LCC ではやっぱないんですよね、ターミナル内こんな感じ、結構多くの方で賑わっています。もちろんね、マレーシア航空の看板もありますね。で実は今回のフライトなんですけども、もともとはですね、何時出発だったっけな、9時台に出発するフライトだったんですけども、なんと遅延がもうすでに確定しています。11時40分発に、ね、1時間40分、遅延することになっているんですね。もともと10時発か、10時発が、1時間40分遅れで11時40分発になっています。で結構調べるとね、バティックや遅延率もねそこそこ高かったりするんですよね。それはちょっとどうなのかなと思ったりもするんだけども、割と機材少ない数でやりくりしてたりするのかな。マレーシア航空のチェックインカウンターのすぐ横でバティックエアのチェックインカウンターもあります。今回預け荷物ないので、僕は自動チェックイン機でね、先ほどチェックインを終わらせました。この自動チェックイン機でも座席指定できるんで、この辺はかなり優秀ですね。でこのバティックエアなんですけども、今回は737です。機材は小型機なんだけど、オーストラリアとかにも路線飛ばして、そっちではね一部エアバスの A330 とかも持ってるんですよね。そういった場合は、右奥に見えますがビジネスクラス、こういった設定もありまして、こういうバティックエアの優先例もねあったりします。こんな感じですね、バティックエアのチェックインカウンターは。ちゃんとビジネスクラス用の例のところは下にカーペットが引かれていて、高級感というのも多少は演出されています。今回は737で全部エコノミーの座席になりますね。そう、ウェブチェックインとかもできるんですよね。こういったところを見るとやっぱ LCC じゃないなと思うよね。 LCC だとやっぱ荷物の、重さの確認とかもあったりするんで、搭乗券発見するためにカウンターに寄らないといけないパターンが結構多いんだけど、バティックに関してはね、預け荷物ないんとかだったらもういちいちカウンターに寄る必要はね一切ありません。ただいまの時刻が午前10時20分になります。で搭乗開始本日10時55分みたいなんで、もうそろそろね行きましょうか。はい、今の時間帯はクアラルンプール空港そんな混雑していないですね。2時間ぐらい前になるとね、結構朝のラッシュがあるんで空港も混雑してるんですけども、やっぱクアラルンプール空港は第2よりも個人的にこっちの第1の方が好きですね。第2ターミナルも、LCC ターミナルではありつつも結構豪華なんですよ。いろんなお店入ってるし、ラウンジも結構良かったりするんだけど、雰囲気はねやっぱこっちの方が好きだな、個人的には。今回利用するバティックの2レターはね OD になります。デンパサール経由パースなのかな、オーストラリアとかにも飛ばしてますね。何これ、自動化ゲート日本人使えるよという案内ですね。入国するときも QR コードを読み込んでアライバルカードを提出するとオンラインでね日本人自動化ゲート使えます。で今回の僕のフライトはこれだ、ごめんなさい、10時15分発でしたね。さっきから何回間違えて申し訳ない。香港行きの OD605 便に乗ります。ディレイで11時40分発になってますね。これが本日の僕の搭乗便です。朝から遅延って結構珍しいよね。多分機材やりくりとかだと思うんですけどね。では中入ってもう出国しちゃいます。
マレーシア出国して制限エリアの中に入りました。では搭乗開始まであとまた少し時間があるんですけども、クアラルンプール空港に関してはね、搭乗ゲートの直前で保安検査があるんで、ちょっと早めに行っといた方がいいんですよね。なので今回ラウンジャーもパスしようかな。バティックエアに関してはアライアンスには加盟していないんですけども、今回はプライオリティパス持ってるんでね、プラザプレミアムラウンジとかは行くことできます。あ、でもちょっとだけ酔って飲み物だけでも飲もうかな。はい、ではここで軽い保安検査あります。これ荷物検査だけなんでめちゃくちゃ一瞬で終わります。リュック通すだけです。荷物検査終わりました。マレーシアから日本に行くね、日本航空とか ANA とかマレーシア航空を使う場合はサテライトの方まで移動する必要が結構あるんですよね。中距離長距離線の国際線、サテライトから出ること多いんだけど、バティックに関してはこの本館から出ます。 H ゲートなんでもう目の前なんですよね。めちゃくちゃ近い。なのでちょっと今回ちょっとラウンジ行く時間あります。これめちゃくちゃ楽だね。やっぱね、あのサテライトの方が、それはもちろんラウンジとかもね、あのマレーシア航空のラウンジとかもちょっと豪華になってたりしていいんだけども、やっぱり移動って面倒よね。バス使って移動とか、それこそ少し前まではね、列車がちゃんと動いていたんで楽だったんだけど、もうこの列車動かなくなっちゃったんで潰れてね、でもう修理もされないみたいだし、バスに乗って移動しないといけないんですよね。ちょっとめちゃくちゃ歩かされるんで大変です、正直。ただ本館からの出発だとそういった移動も一切ないのでめちゃくちゃ楽。ではプラザプレミアムラウンジに行きましょう。こっちですね。このまま真っすぐ行って G の方のエリアに歩いていくと、もうすぐ上りエスカレーターがあるんで、その上がった先がプラザプレミアムラウンジになります。僕の動画でも何度か紹介してますね。エスカレーターを上がりプラザプレミアムラウンジに向かいます。私もね、今日朝食は食べてるんでそういったのは必要ないんですけども。お、なんかここ免税店エリアまた拡張するんだ。どんどん大きくなるね、この空港。さらによし、プラザプレミアムラウンジに着きました。プライオリティパス使います。ラウンジの中入ったんですが、びっくりするぐらい混んでますね。もうラウンジとは名ばかり、もう全然居心地が良くない感じの混み方をしています。なんとか人気のないところのないエリアの席は確保することができました。まあ飲み物コーラいっぱい飲むだけなんで別に何でもいいんですけどもね、はい、パッと飲んでパッと退散しましょう。ラクサとかそういったこっちの食べ物とかもいろいろと充実しているラウンジです。シャワーに関しては有料ですね。1000円ちょっとしたはずです。ラウンジを出ました。そろそろ向かいましょう。もう今10時47分ですね。あと5分で搭乗開始。あっ、このエスカレーターいつも東芝の広告流してるよね。まあ、日本人としては嬉しい限りだけど。何やったっけゲート、H の4ですね。保安検査がまだあるのでさっと行きましょう。こっちから行った方がいいか。今日空いてそうな気もするんだけどね。さっき座席見たら今のところストレートで隣上げてたんですけど、直前になってババってくるかな。これ乗り継ぎカウンターですね。こっちはこっちかな。よし、では行きましょう。H の4番に向かっています。天井高くていいねこの空港。動く歩道もちゃんと完備されてるんでパッと行きますね。フライト時間4時間ですからね、意外と遠いのよね。まあ日本までだと6時間とかかかるんで、それと比べるとももちろん近いんだけども、短距離線と中距離線の中ちょうど間ぐらいですね、4時間ってなると。機内食とかは出るのか、そういったところもね踏まえて動画撮れたらいいかなと思います。 H の4番の前に来たんだけど、これがもしかして保安検査の列？うわ、めちゃくちゃ混んでるな。こうなるのよね、ゲート前で保安検査をやると集中しちゃうんで、一つの時間帯にバーッとね人間が。これだね。では並びます。4、こっちだ。香港、
保安検査抜けて中入りました。20分ぐらい並びましたね。レーンが2個しかないんですよ。そらあんだけ時間かかるわって感じですね。はい、このガラスの奥は到着のエリアになるのかな。あれ、まだ搭乗始まってない。今11時10分なんだけどね。めちゃくちゃ嫌な予感するんですけど、飛行機が来ていない。え、これ奥のやつなのかな。今回737のダッシュ800とかだったはずなんだけど、バティックってダッシュ800とあとマックスの8シリーズも持ってるんだよね。あれ奥に止まってんのマックスシリーズっぽいよね。今 PB 動いてるけどまだ来てないんだったら絶対これ11時40分出発も無理ですよね。実は今回僕あの香港着いてからね、大阪行きの乗り継ぎがあるんですよ。今から日本に帰るんですけども、もともとね大体2時間半ぐらいかなあったんですよ、乗り継ぎ時間が。でまあ余裕あるわと思ってたんだけど、結局1時間少々遅れて乗り継ぎがね今1時間ぐらいしかないんですよね。やばいな、なんか嫌な予感がする。どうしよう。まあ いやとりあえず香港まで行こう、うん、キャセイ乗り遅れたら乗り遅れたで、まあまたその時はその時考えます。はい、結局この目の前のスポットにはマレーシア航空の737が入りました。で僕が乗るバティックエアの737はポーディングブリッジで見えないですけども、奥に止まってるこちらになります。で今ね搭乗開始になりました。今の時間が11時27分ですね。11時40分なんとかね新しい帝国に出発してほしいな。よし、では行きましょう。ボーディングブリッジめちゃくちゃ下ってます。737なんでね、今回28列目なんでめっちゃ後ろの方ですね。では乗ります。機内入りました。僕ね737ビジネスないと思ったんだけど、前方に3列ビジネスありました。2プラス2の配置で合計12席かな。あのいわゆる、まあ、フルキャリアとかでも採用されている小型機ならではのビジネスって感じのフルフラットにはならないやつですね。でその後ろがエコノミーになっていて、今回28列目になります。エコノミーは33の座席配置ですね。では見てもらったら分かる通りモニターとかもついてるんですけども、今電源は入っていません。これつくのかな、なんかもしかしたら飾りの可能性もある。この飛行機も多分どこかからお下がりだと思うの で一応安全のしおりですが、737のダッシュ800になってるね。で今思ったらね、僕実はこのバディって乗ったことありますね。もう自分でね乗ったことあるエアラインも最近忘れるようになってきてるんだけど、飛行機乗りすぎてて、ね、以前ねバティックエアで、しかもこのクアラルンプールから乗ったわ。クアラルンプール発台北経由沖縄行きっていうフライトがあるんですよ。それでクアラルンプール台北間で僕利用しています。であの時は737 MAX のシリーズだったんですよね。なのでおそらく MAX シリーズの737はオールエコノミーで、 737-800 と A330 に関してはビジネスがついてるんじゃないかな、なんかそんな気がします。あの時だって最前列座りましたからね。最前列も無料で指定できたんで、かなり快適に移動できたのを覚えています。とりあえず隣が来なければいいですけどもね、まだわからないですね。でコンセントはついてないんですけど、モニターの下に一応 USB ポートはついてます。座席見てもらったらわかる通り革張りのシートになっていますね。結構年季が入ってるって感じのシートです。床とかもねちょっと汚れが結構目立ちますね。シートピッチに関してはなんかまあ広くはないけど狭くもないですね。だいたい拳が 1.5 ぐらいは入りますね、まあ、それぐらいの広さです。まあ、今回香港まで4時間ぐらいですから、まあ全然耐えれるでしょう。足も組めるしね。あとはこのモニターが動くのかどうかですよね。今のところは全く電源入ってないので、うんともすんとも言いません。搭乗ほぼ完了したっぽいんですけど、後ろの方結構空いてて、僕のとこ3席独占できますね。これやった。そこそこ長いフライトですからね、横になってゴロゴロ行けますわ。11時48分、ドアも閉まり、出発準備整ったみたいですね。3 hours and 15 minutes.
45 minutes. For your safety, please ensure your seat belt securely fastened, your seat back is upright, window sheets up, your tray table stowed.せっかくね、立派なモニターついてるんだけど、緊急時のデモンストレーションは CA さんが実演で行っているのを見る感じ、このモニターはもう起動していないですね。ただの飾りということで残念だ。じゃあ充電設備ないです。この飛行機11時53分、プッシュバック始まりました。今思い出したんだけど、バティックエアに関してはリーチ着陸の時は携帯電話含めた電子機器の電源を切らないといけないので、ちょっとここでね、一回僕も電源切ろうと思います。なので本日は離陸着陸のシーンはベトジェット同様なしということで、次は空の上でお会いしましょう。バイバイ。離陸して大体5分弱でベルトサインが消えました。とっくりね、雲の上ですわ。今日のフライト時間は3時間15分ってさっき放送で言ってましたね。機内ショーを見てるんですが、これがバティックエアのね、機体になりますね。所有している機材は3種類、ボーイング737のダッシュ800と以前乗ったダッシュ8の MAX シリーズ、あとエアバス A330 のダッシュ300になります。ダッシュ800は14機で、 MAX は17機、 A330 は4機持ってるみたいですね。でダッシュ800に関しては全て14機全部がビジネスとエコノミーのデュアルになっていて、 MAX に関してはエコノミーしかないタイプもあるみたい。ビジネスもありますね、一部はっていう感じ。 A330 はビジネスとエコノミーの2クラスになります。東京と大阪、名古屋に就航していて、あとは韓国とかね、中国、まあ、アジア圏がメインになりますね。ヨーロッパ路線やアメリカ路線は持っていませんが、中央アジアのウズベキスタンとか、こういったところに路線を持ってるのはちょっと面白いよね。中東だとサウジアラビアとか、あとはドバイにも飛ばしてるんだ。で、意外と充実してるのがやっぱマレーシアはね、オーストラリア線が結構充実してるね。シドニー、メルボルン、ブリスベン、パースに飛ばしてて、ニュージーランドにも路線持ってます。アメリカ路線はないですね。まあ、日本にもね、就航してる航空会社なんで結構馴染み深いのかなと思います。あれ、そういや、あるわ、沖縄もちゃんとあるね、びっくりした。この前乗ったからね、沖縄行きで。モニターはついてるけども全部の画面が真っ暗なんで多少の違和感はありますね。まったりとしたフライトになりそうです。しようかな、横になって出ても全然いいんだけどね。飛行機乗った時は結構暑かったんだけど、今かなり冷房効いててね、ちょっと機内寒いね。機内サービスが始まりましたとは言ったもののですね、今回何も予約していないので僕は食事もドリンクも提供されません。多分ほとんどの人が予約してないのかなと思うんだけど、一応事前に
に予約できるみたいですね。今回僕あのTrip.comで航空券買いました。昨日買ったんですよね。1万2000円で購入したんだけど、そういった ODA サイト経由して買う場合はね、機内食はなかなかつけれないので、そういった場合は多分予約番号を発行された後にバティックエアの公式に飛んで、でそこから予約情報を入力して追加でオプションつけるみたいな形になると思います。機内食だったり、あとは飲み物とかもそうですね。あとは飲み物とかに関してはね、一応機内でも予約しなくてもオーダーはすることできるので、まあ、欲しい方は注文してください。クレジットカードでの決済になるはずです。にしても本当に空いてるな。5割とか言ったけど全然5割も乗ってないわ。4割とかなんじゃない。悪いところを飛んでるんで結構飛行機揺れてますね。まあ今回は機内食もドリンクも何も提供されないんで寝ようかな。ちなみに今日ね、クアラルンプールから香港までエアアジアだと片道9000円ぐらいだったんですよね。バティックと3000円ぐらいの差があったんで、正直エアアジアで全然良かったなって思いますね。まあもうほぼ LCC ですね。なんていうの、その LCC かフルキャリアって言われたら LCC になると思う。韓国のエアプレミアとかね、ああいったのは本当に真ん中の LCC とフルキャリアの間のミドルコストキャリアになるのかな。エアプレミアは普通にいいからね。そんな風に思います。バティックは LCC です。本当最近のフライトよく揺れるよね。フル着用サイン点灯時間がかなり長いですわ。今も結構小刻みに揺れてます。まあ今日はね、香港までですけど3席独占できてるんで快適ですね。おはようございます。結局ね、めっちゃ寝てましたね。ずっと爆睡してたんですけども、今の時間が香港時間で午後3時、もうそろそろね着陸態勢に入ると思います。今日はね3席独占できたんで普通に快適にね来れましたね。着陸できましたよ。天気めちゃくちゃ悪くてね、かなり揺れてました。で、残念なことにもう今の時間午後4時になります。もうあとね2分ぐらいで4時になるんですけど、もうこれ確実に4時半のキャセイ便間に合わないよね。めちゃくちゃ雨降ってるな。まあ、キャセイ便が定刻じゃなくてね、なんか1時間とか遅延とかだったら話は変わってくるんだけど、まあ、多分そんなことないと思うし、公共電空港ですからね。今回はちょっと諦めるか。キャセイ A350 脱線乗りたかったな。まあ、キャセイに関しては関空行きはかなりフライトの数あるので、多分次の便に振り替えはできると思うんだけど、まあでも350ではないので、脱出線では、ね、ないと思うのでちょっと残念ですね。そっか、まあ、とりあえず着いたら火星の乗り継ぎカウンターの方に行きますか。ようやくスポットに着きました。現在時刻16時12分。まあもう無理だね、諦めました。てか結構土砂降りだな。スポットに到着。飛行機合気しました。もうすでに16時20分です。
はい、ということで、まあもう諦めてるんでね。そっか、アライバルは動線も違うから、あ、もうどっちみち無理だわ。もう確実に無理だね、動線違うんで。乗り継ぎカウンターに向かうところでフライトのボード確認してるんだけど、16時半発の CX も消えてるね、大阪駅。もうつまり搭乗が終わったってことか。なるほどね。まあそりゃそうだよね、10分前には閉めるんで、10分が15分前かなとかには閉めるんで。で、次の大阪行きはね、実はキャセイ便は深夜になっちゃうんですよね。まあそれに振り返りできるんだったらもうそれでいいんだけど、あーもうマジか、今日中に帰りたかったな大阪。まあ僕明日昼からね大阪で予定があるので、まあ明日の昼までに大阪に帰れば、まあ、問題はないんだけども、よしとりあえず行っか。いや、遅延しないだろうと思ってね。いや、遅延することを恐れてエアアジアをやめてバティックにしたんだけど、結果エアアジアが遅延せずにバティックが遅れたっていうね。キャセイパシフィックの乗り継ぎカウンターは W1 番にあるんですけども、まあ、今回違う航空会社が遅れたわけじゃないですか。別にコードシェアとかしてるわけでもない、全く別発券の航空券なんで、ここの乗り継ぎカウンターではね、なんか手続きすることはできないと言われたんですよ。なのでキャセイの発券センターに電話してみたいに言われたんだけど、もう電話するのもちょっとあれだし、もう今から香港入国しようと思ってます。香港入国してチェックインカウンター行って、で発券カウンターっていうのがあると思うんで、チェックインカウンターにはもうそこに直接今から行きます。でそれでまあちょっと交渉してみて、もう無理ならねもういいやと思って、もう別発券で、もう今回のキャセイ便に関してはノーショート扱いにして、別発券で航空券発券して、違う航空会社で日本帰ろうかなというふうに思ったりもしています。なんかもう本当最近ちょっとついてないね。まあ今日は本当にエアアジアだと遅れるかなと思ってバティックにしたらね、まさかのエアアジア帝国でバティックがかなり遅れるっていう、2時間ぐらい遅れたのかな結局みたいなこともあるし、まあ、遅れた理由も機材繰りだしね。なんか最近こういうことが多いね。この前のマレーシア航空もそうだったし、なんかマレーシアってさ、運があんま良くないのかな。 JAL の機内食もね、マレーシア発のやつ残念だったしね。なんかそんな風にもちょっと思うわ最近。まあまあそんな風に思ってもあんまり言っても意味ないんでね、まあ、とりあえず香港入国して今回の動画はちょっと一旦ここで終わろうと思います。僕が結局香港から何で日本に帰ったかっていうのは次回の動画で分かると思うので、また確認してみてください。はい、ということで、まあ、バティックエアに関しては、まあ、あれははっきり言って LCC なんで、バティックエアとエアアジア料金の差額が2、3000もあるんだったら全然エアアジアでいいと思います。はい、うん、座席指定は無料だけども、まあ、その程度よ。機内食とか飲み物も全て有料だし、預け荷物も基本有料だしね、まあ、そんな感じの航空会社ですね。はい、になります。はい、ということで今回はねこの辺で動画終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。